はい、どうも皆さんこんにちは。今回は久しぶりにね、マリオカート8をやっていきたいと思います。なぜやるかと思うというとですね、マリオカート8更新されたんですよね。で、更新されて、なんだ、新しいマシンが、カートが手に入りました。で、さらにね、なんかこういうゼルダと動物の森とコラボしてね、追加コンテンツでね、やるというわけなんですが、ずるいですね。ついに任天堂が課金会社になりました。まあね、リンク、タヌキマリオ、ネコピーチっておかしいよね。なんでね、タヌキマリオとネコピーチ出すんだよ。おめえらはもうメタルマリオとピンクゴールドピーチとかいう意味わかんねえのがいいのに、なぜまた変身を出すのか。リンク、ゼルダ、ガノンでいいじゃないか。村人、シズエ、なんで骨クッパなんだよ。過去キャラを課金で出すとかさ、最低だよな。村人、シズエ、タヌキチーとか、女村人とかいいんじゃね。まあそれだけだったら買いませんが、コースが8コースもついてくるんでね。で、まあ値段も800円、1つ800円で同時購入で1200円になるということで、まあ予約しました。というわけですね、まあちょっと見ていきましょう。 VS レースでいきましょうか。そうするとですね、いるんですよ、もうここにね。もう映ってるだけでなんかイラついてきますね。で、ヘイホーにはこういうね、色がつきました。ヨッシーにも色がつきました。はい、まずじゃヨッシーの黒でいく。で、ベンツこれだ。はい、この3つです。GLAW25 シルバーアローロードスターとね、この3つが新しく入りました。この現代に、リアルにある車がマリオカート9に存在すると、なんか面白いですね。で、まずこちらのロードスター行ってみましょうか。車はこれがあるんですよ。あ、タイヤはこれがあります。でもカイトはないですね。カイトは普通のこれでいいかね。150CPU 強いか。サンレースが最低か。はい、コースがね、こんなに増えてました。1つ4で、視力24。はい。上だけでね、24コースがあります。これだけね、もう追加できなかったら、最初から出しとけって。課金で出させんなんて、最低だな。じゃあ、サーキットっぽいところ。ここだな。ここ行くか。さあ、結構ね、かっこいいね。まあ、うん。かっこいいっちゃかっこいいけどね。小さいよね、カート。普通に、私たちが乗って人間が乗る大きさで、こんな、しょぼくはないだろう。ちっちゃすぎだって。まあ、はい。やっていきましょう。はい、こんな感じですよ。はい、どうっすか。うわ、後ろ向いてたら、はい、なかなかだよね。これがなんだっけ、ロードスターだっけ。さあやっていこう。スピードとかはまあ、あ、さっきスピード見せてなかった。スピードはまあ標準ですけど、うわ、溝が、あらら、なぜかバナナが見せるかな。回ってるっておかしいかね。あれ、 CPU 強いにしてよ。強いだから油断はできない。あぶねー。レーザーマミで、そして着地したところをまたバッ、赤ちゃんなくさにやってきたベリーピーチ。赤コールが来たぜ。抜かされきしてたぞ。あ、ルイージもやったね。うわ、レミふざけんじゃない。うわ、ふざけんじゃない。やばいと、俺は1位になれない。
あ、いいアイテム来い。キーナオットうわ、俺は無理かな。よし、これでいいの来い。2位、1位どこだ、1位いたー、くそおい、こんな感じです。拡大されると今横に映ってるこれロードスターだね。続いて次の車行きましょう。遅い、ロード時間が遅い。じゃあ次は兵法行きましょうか。兵法のさっき黒使ったから今回白。あれ車の色、あ車の色黄色だと、あなんでか、いいや白で、ね、さっきロードスター使ったんで、今回シルバーアロー、こちらを使ってみましょう。あそうだ、性能の方、はい、こんな感じです。ロードスターはスピードと加速が同じぐらい、シルバーアローは、加速が少し上、 GLA は、なんだ滑りにくさの操作性があるそうですね、はい、では続いて、どこがいいかな。どうしよう、ここかな、キノピオハーバー、ここが一般道みたいなね、一般道みたいなところを走る、そうじゃなきゃね、現実に少しでも近づけようと。まあ反重力がある時点で現実には難しいけど、まあここ少しは現実っぽいんじゃないですか。これが、なんだっけ、シルバーアローですね。シルバーアロー、こんな感じ。おう、なかなか操作した。これはなんだっけ、加速であったんだっけ。結構操作しました。こんな感じですよ。シルバーアローはなんかそんなにかっこいいとはちょっとあんまり思わない。あんまりそんな好きですね。一番さっきの一番上の GLA まだ使ってます。あれが一番かっこいいかな。その次どうでしたか。これはあんまりなんかかっこいいのタイヤが出てて、それがなんかいっぱい出てる。車がこんなところでジャンプするなんておかしいで、もっとおかしいことしてやる。それのそんな車が壁を走るなんてありえない。走ってるぞ、どういうこと、こんなジャンプ台でジャンプするのか、危険だな、タイヤ壊れないか、俺買って普通の車だよ。マリオカートの車じゃないんだ。あ、マリオカートの車か。普通の車はマリオカート用に強化されたり、いくら壁にぶつかっても耐えられる、いくら落っこちても耐えられる、ジャンプしても耐えられるように強化されたマリオカート用のカートなんだね。おそらく、普通の車だったら、あんなことしない。一瞬で壊れるんじゃないか。まずこんなちっちゃくないし。オープンカーじゃないでしょ、この車って。ちょっと詳しくは分かってないですけど、こんな狭くて一人しか乗れないなんてこと
コンピューション全部やっと今回1位取りますね。はい、こんな感じですよ、シルバーアローは。続いてラストのもう一つ、三つ目の方 GLA ですね。誰に行こうか。あとヨッシーでいいかな。ヨッシーの真ん中にいる黄色でいいかな。あ、はい、この G、 あ、はい、GLA これですね。はい、黒、こんな感じですね。あれ待って、 GLA ってなんか色変わんなかった。あ、お、赤になりました。はい、オレンジだと、オレンジの赤か。はい、色変わっても性能は変わんないと思いますが、お、これだと水色か。これでいこうか。これに行ってみたいと思います。これだけだよね。これだけ色が変わるね。あとはみんな白なんだけど、この GLA ってやつだけ色が変わります。では最後はやっぱりここでしょう。高速道路だ。いかにも一般道路、高速道路だからな。普通に走っててもおかしくない。ロード時間長えよ。はい、キノピオハイウェイ。なんかいかにも現実っぽいね。現実っぽさがいいね。高速道路ですよ、高速道路。さあ高速道路に12台のカードが引っ越して、しかし本当に実際の車はもっとでかいけど、どれぐらいでかい、こんなにバスに比べて、ね、なんだこの感じ、このトラックは、このバスでけえな、あとこんなにちっちゃいんだ。やっぱマリオカート用に改造された車だ。うわ、バスが来た、うわ、バスが来た、タクシーが来た、ベンチーが来た、バスが来た。ほら、車、バス、危ないですよね。なんでさ、高速道路か、分かれてない意外と。さあ、飛んだ。 GLA いかにやった。さあもう一回飛んでやるぞ。お前の車、あ、いけ。さあ、じゃあ現実ではありえないことをしてやる。壁走り、壁走っちゃうんだぜ。おかしいんだろ。どう考えてもおかしい。あ、暗いタクシー、いけ。タクシーに負けた。タクシー強い。現実ではありえないかもしれない。壁走り、壁走るぜ、壁絶対飛んでやる。こんなことが高速道路にあったら怖いな。暗いタクシー、くそ、タクシー強いな。隣と跳ね返す。さあ、一回飛んでやる。バスの上、あ、乗れなかった。はい、これが GLA ってやつですね。 GLA って何かの略なのかな。あとそうだ、あのバトル、バトルやるとドリフトしてターンができるから、それをやりたい。それだけやらせてください。優先バトル。
今度ヘイフォに行くね。ヘイフォの緑、緑だと白か、白じゃつまんない。ピンク、ピンク、あれちょっと濃くなったかな、色。青、青、さっきの色かな。オレンジ、あ、オレンジ赤か。で、これでいくか。さっき赤やってないからね。一分でいい。CPU は強い。どこ行くか。よし、バレアだよ、いいかな。うん、あ、マリオさん来ていいか。どうせバトルコースも課金して追加させんじゃねえのか、この先。第1弾、第2弾って言ったから、第3弾もどうせ出んじゃねえのか。傾いたところから始まる。さあ、回転。パンをですね。あれあれ、どうやって来た。あ、あ、A よ。A よ、A よ。よし。A よ、A よ。それで、こうして、回転が入ってきた。あ、いけや。叩く気はなんでやったんやろうか。ドリフトしながら、A よ。あれ、どこ来てるの。こんなもんか。これで、どうする。一度も聞きやるやつを使ってみよう。アイドル決めてやるぞ。おお。はい。こんな感じです。はい、というわけで、ぜひ皆さんもね、この車たちを使って楽しんでみてください。そしてですね、なんだ？何月何日だっけ？来てないっけ？予約済みです。はい。まあ、11月だったかな、ゼルダが。で、動物の森が2015年とね、まあ、すごい先なんですが。うん、で、コースも8コース追加ってのは、ね、やっぱいいでしょう。コース追加されるのはまあいいことなんでね。うん。ぜひまたこちらが開始されたらまたね、動画上げたいと思います。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。ぜひ皆さんも、新しい車、現実にある車を使って、マリオカート楽しんでみてください。では今回はこれで終わりにします。では皆さん、さよなら。